ドジャースの大谷翔平が記録ラッシュのラストスパートに向けて準備している。好調を維持しており、4戦連発となれば日本人メジャー初となる。さらに200本塁打、500打点、103盗塁にも近づいている。打撃の調子は安定しており、救援までにさらなる記録達成が期待される。サンデージャポンの公式インスタグラムにて、元バレーボール日本代表の栗原恵さんが司会の田中裕二との2ショットを公開。187センチの栗原さんと154センチの田中が並ぶ姿に、フォロワーからはその身長差に驚くコメントが寄せられた。名倉潤が14歳になった長女の誕生日を祝った。彼は、健康で元気に育ってくれて感謝ですと父としての心境を綴り、これからも人に優しく、素敵な女性になってね、と娘にメッセージを送った。ハッシュタグには、親バカ投稿すみませんとし、幼少期の顔出し写真も公開している。